3月19日はカメラ発明記念日。1839年3月19日、フランスの画家、写真家のルイ、ジャック、マンデ、ダゲールが史上初めて実用的なカメラを発明しました。という情報がネット上で流布されているのですが、ダゲールが写真技術を発明したのは3月19日ではありません。ウィキペディアなどで確認すると、発明されたのは同年8月19日、8を3と見間違えた情報が拡散されたようですね。ダゲールが発明した写真技術は、いわゆる銀板写真というもので、銀メッキした銅板を使うものでした。それまでも写真技術はあったのですが、露光に8時間もかかるため、実用的とは言えません。特に、人物を撮影するのは無理がありますね。ダゲールが開発したダゲレオタイプでは、露光時間が10から20分。さらに改良されて、1、2分にまで縮められました。さらに、政府が特許を買い上げて、無償で広めたので、短期間で世界中に普及するのでした。